左手そびに横ずれが少なくなりますかね。けど下だと、まあ、抜きやすい。こちらを、まあ、引っ張ると。それではタクティカルサバゲーチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。田村装備開発の滝沢です。はい、本日はですね、私のベルトキットの紹介を、させていただこうと思います。はい、じゃあまずこちらですね、ベルトキットになります。全貌としてはこのような形でして、基本的には、弊社の、これがコンバットベルトっていうベルトなんですけども、そちらのベルトを、主体として、まあ、いろんなものをつけているという形になってきます。で、このレイアウトの構成としては、まず右側に、まあ当然私右利きなんで、拳銃を携行するホルスターがついてくると。で、次に左側っていうのが、私基本的には左手でもう弾倉、まあファーストラインからはもう左手で弾倉を取るっていうところで、基本的には前面に来る部分に、まあ、各種弾倉、拳銃弾倉、小銃弾倉が来ると。はい、で、重要度の高い順からですね、一応配置するようにはしておりまして、まあ、当然、まあ、戦うためには弾が必要なので弾倉で、次にですね、バックアップのライトですね。はい、こちらはまあ重要度の順番で言えば、まあ弾倉よりはさちょっと後ろかなと、バックアップ用なんでね、後ろかなっていうところで、その弾倉の次に来ていると。はい、で、まあ、背面ですね、できる限り、まあ右でも万が一ですね、左側とかでも、まあ、弾倉であって空マガジンであったりとか、あとはまあ、なんていうんですかね、これは訓練とかの話になっちゃうんですけども、うちの RBT 訓練の時とかであれば押収物であったりとかですね、そういったものを、入れるためにはやっぱり両手が、アクセスできる場所ですね、二段ポーチがあった方がいいというところで、なるべく、まあ、センターよりちょっと、まあ、左寄りですかね、弾倉入れやすいようにってところで、センターよりちょっと左寄りの方にダンプポーチがついていると。はい、で、次になんですけども、ここまでは基本的にはここまでは左手で取り扱いましょう。で、次にここが右手でも左手でも両方、使えるようにしましょうと。で、こっからこっちは右手で使うようにしましょうっていうものなんですけども、基本的には右手っていうのは、まあ、基本的には、まあ、エアガンを持ってるというところですので、右手から鉄砲を外しても離してもいい状況の時ですね、要はちょっとなんていうんですかね、戦闘がピークなところから一旦落ち着いたところにできる部分のものっていうのがこちらに集約されてます。で、一つは、こちらですね、これはレザーマン、工具系の、まあ、十徳ナイフみたいなやつなんですけども、これもちろんサバゲの時これ取ってますからね、一応ナイフついてるんでね、サバゲの時は取ってますけども、基本的には訓練の時とかに使いますが、こういった、十徳ナイフのようなものを、こちらがついてます。で、これは訓練の時とかであればワイヤートラップですね、そういったものの処理であったりとか、各種工作を行う時ですね、なのでどっちかっていうともう戦闘っていうよりも、後方の、活動であったりとか隠密っていう状態がある時ですね、そちらの時にまあ使う作業になるかなっていうところで、まあ、こちらはここに集約しております。で、次に、メディックポーチですね、こちらについても、基本的には、まあ、戦闘中に、まあ、負傷救護するっていう状況っていうのは、まあ、一旦やっぱその状況を、戦闘されてる一番危ない状況っていうのが一旦落ち着いてから、まあ、やるものだと思ってますので、まあ、なんていうんですかね、自分が負傷して後方にね、送られた時とかはもう当然それ戦闘からまあ外れてるところなんで、まあ、武器は持たないでしょうというところで、自分の右利きのね、右利きなので、右手で操作できるところに、取りやすいところに、まあ一応こちらの、ポーチをつけていると。で、次にこちらですね、これはハンドカフになります。これトレーニング用のハンドカフですね。はい、こちらのハンドカフについても、基本的には、まあ、対象を制圧したりとかした時ですね、なので、まあ、戦闘のところからまた一旦こうボルテージが落ちているところだと思いますので、例えば味方に警戒ついててもらって、自分は、まあ、銃を、まあ、手から離してですね、まあ、ハンドカフを手に取って相手にかけるとか、まあ、両手使って作業する部分になってくると思うので、こちらも、まあ、基本的にはまあ右側の方ですね、そちらの方に配置しているという形になります。はい、ということで、レイアウトの構成としては、まあ、そのような形で、こっちがどっちかっていうと、戦闘に対して重要な部分が、まあ、集約されていて、こちら側は、戦闘から一旦ちょっと、まあ、この拳銃は別ですけどね、拳銃は別ですけど、戦闘から一段下がったところの状況に対応しているもの
っていうのを、まあ右側には集約しているという形になります。じゃあ細部ですね、細かいところを紹介していきたいと思います。じゃあまあ右側からいきましょうか。あ、右側かつがまずはそのベルトのところからいきましょうかね。はい、まずですね、こちらが弊社のコンバットベルトになっておりまして、ここにですね、うちの、オリジナルの、まあ、ソリッドバックルっていうバックルを使っています。でこれは7075っていう、アルミン、超長ジュラルミンかな、確か7075だから、かなり硬質、まあ、高度の高い、アルミを使っておりまして、耐荷重の方も、18キロニュートンとあと9キロニュートンかな、ループ強度とあとそのままのストレート強度になるんですけども、かなり強度のある、バックルを使っております。サバゲーとかだとね、ぶっちゃけオーバースペックかもしれないんですけども、まあ全然やっぱ外して、ね、脱落しないというところでは非常にやっぱ信頼のあるところになりますので、つけてる装備品がいきなりパーティーしちゃうとかね、こんなん気にしてたらやっぱ戦えないので、やっぱそういったところでやっぱこういうのってすごい大事かなと思います。であとはサバゲーの時とかだとやっぱり被弾した時とかにやっぱ結構あるのが、とっさに相手がバッて出てきて撃たれた時って結構この正中線、ここに弾が集中しやすくてですね、プラスチックのバックルとかを使ってると結構割れてる人、割れた経験ある人多いと思うんですよね。なので金属系のバックルとかっていうのを使うと、そういったところでバックルが打たれてね、割れて次のゲームからベルトを使えないっていうこともないかなと思います。なのでそういった部分でもいいかなと思いますね。はい、でこのベルトっていうのは、まあ、ちょっとねこれ全部埋めちゃったんで見えないんですけども、モールですね、モールに対応しているのと、あとですね、見えるかな、ちょっと見えないですね、今ちょっとこれ外しますね、ここモール、ここはモールのウェビングになってて、これが、細いモールに対応してる、まあ何ていうんですかね、グログランテープっていうんだかな、が、ここにこうくっついてるという状態です。でこっちからモールを通してあげると、上下が結構固定できるので、装備の横ずれが少なくなりますかね。でそれができないものとかであれば普通にここのモールに一コマで通していただくという風にしていただくと、楽に装着できるかと思います。はい、でこれを見ると分かるんですけども、これがブレードテック社のテックロックっていうものになりまして、このテックロックに実はこのベルトは全周対応しています。このテックロックっていうのが、よいしょ、結構やっぱ最近のカイテックス系の、マガジンポーチだったりとかホルスターっていうのはこのテックロック使ってるものっていうのが結構多くなってきたんですけども、こんな感じで、よいしょ、これですね、この溝が切られてるんですね。これでテックロックの横ずれが防止できるので、こういったテックロック系の製品に対しても結構親和性の高いベルトになってきます。はい、で、まあ、今外したんでちょうどね、ご紹介させていただきますと、こちらが、スターダストギアさんの、ホルスターですね。サバゲーの時はこちらのスターダストギアさんの、レベル1ホルスターを使っていて、訓練の時とかですね、どうしても訓練とかだと拳銃奪われたりとか、そういった時が考えられますので、そういった場合はこちらの、サファリランドさんの、レベル3のホルスターですね、こちらを使ってます。でレベル3ホルスターなんで、ロック機構が、2段あるものなんですけども、まず1段目がこちらの、フラップですね。で3段目が、2段目がこちら、ここのサムブレイクになります。はい、で、226用なんで、226だったらここのサムブレイクが効くんですけども、基本的にグロックだと、グロックの場合はこれは効きません。こんな感じでね、ここは効かない。だけど上のフラップは効きますんで、サファリの60いくつとかっていう昔からあるやつ、あんなやつみたいな感じでサムブレイクして抜くっていう部分に関しては、まあ、要はレベル3なんだけどレベル2ホルスターとして使えるという感じですね。なんで、グロックに買い直すのがめんどくさかったんで、今は、これを使ってシグもグロックも両方使えるという感じでやっております。はい、という形で、ここのホルスターの部分っていうのは、まあちょっとやることによってちょっと使い分けてるっていう感じですね。これはですね、今ついてるのは、はい、これブレードテックの、プラットフォームになります。でブレードテックのプラットフォームだとサファリのプラットフォームは確かつかないはずなので、まあ、基本的にはここを丸ごと換装できるのがもう一個あるんですね。はい、サファリランド用のやつを、まあ、取り付けてると。このままホルスターをこのまま単体でぶら下げておくと、どうしてもやっぱホルスターで
こうブレイクする時とかにですね、ここのこの遊びが出ちゃうんですね。遊びが出ちゃう。なのでレックループをつけてるんですけども、はい、こちらのレックループですね。これどこ製かというとですね、これあれですね、ワークマンで売ってました。ワークマンの裾止め用ですね。はい、でもね意外といいんですよ。意外といいの。ここのところがね、あんまりちょっとほら、これ無理やりここにつけてるんですけど、こんな感じで、あんまり幅がないんで、サファリランドとか、ブラックホークとか、ああいったメーカーのレッグループとかだと幅が結構広いんですよね。なのでちょっとつかない。うん、ここだと通らないですね。なので一応こちら、ワークマンレッグループをワークマンレッグループなんてないですけどね、ワークマンさんの裾止めを使ってるという感じですね。私結構ね、安上がりに済ましたい方なんで、結構意外とそういうホームセンター行ったりとかして、そうやってちょっと DIY でしたっけみたいな地区に基本的に装備作ったりとかしてますね。はい、次ですね、こちらの、レザーマンのポーチですね。こちらは、30IC だったかな、なんかっていうなんかどっかの海外のメーカーのやつを人からちょっと譲り受けまして、それを使っているという状態です。で、これもですね、よいしょ、内側のところはこれがね、多分生地がハイパロンかな、はい、まあ、今ハイパロンって言わない、あ、ハイパロンでいいんだっけな、うん、そうですかね、ね、ハイパロンって確か商品名だったのかな、確か。なんで例えばベルクロ社の面ファスナーっていうのが通常こういう、なんつうか、どこかについてるかな、これとか。あ、そうそうそう、こういうの、こういうのね。これは通称面ファスナーっていうんですけど、みんなベルクロって言うじゃないですかね。なんだけどベルクロっていうのはベルクロ社の面ファスナーのことなんですよね。そう、これもね、ハイパロンも一緒で、多分別の名前があると思うんですけど、はい、一応そのハイパロン的な素材を使ってますね。でそれが滑り止めになってるんで、わりかし上をオープンにしてるんですけども、結構ずれないですね、うん、でここはここのところはゴムですね。ゴムのと、エラスティックで、こう押し付けて、まあ、これがあまり抜けづらいようにしてくれてるという感じになります。私もうウェブが一番大好き。これそれ何かこの機能的なこだわりだったのか。シンプルなんですよね、うん、もうなんつったらいいんですかね、いっぱいこうくっついてるのもあるんですけど、ウェブが一番シンプルだし、ここの外角の肉厚とかっていうのも結構厚いんで、もうこれも私10年選手ぐらいなんですけど、全然壊れないですね、うん、で結構サバイバル訓練とか昔やってたりとかしたんですけど、鳥さばいたりとかしたりとかしても、なんかね、最初のうち生臭いんですけどね、うん、鳥さばいてたんですか。鳥さばいてこれ食ったりとかしてました、ね、はい、鳥さばいたらって言ってもあれですよ、生きてる鳥に締めてとかじゃないんですけど、とりあえずこれ調理してみたいな感じで言われて、まあそういう鳥のなんかもう締め詰めのやつですよね、それ解体したりとかっていうのを昔やったりとかしてましたね。はい、なんでこういったレザーマンとかっていうのも、まあ昔から使ってますけど、全然サビもそこまで浮いてないし、うん、結構丈夫っすね、本当に、うん、すごいと思います。私はシンプルなんでウェブが好きですね。今はどうなんだろう、ウェブプラスっていうやつに多分変わってんのかな、確か。はい、なんでちょっとこのものと今売ってるものっていうのは違うかもしれないんですけども、これ非常におすすめですね。はい、じゃあ次ですね、こちらがメディックポーチになります。でこのメディックポーチも中身の話はね、正直ちょっと控えさせていただきます。っていうのが正直私そんなに衛生関係はそこまで詳しくないんで、中身一応入ってはいるんですけども、あんまり生半可な知識で、こういうやっぱ衛生関係は命に関わる部分なんで、生半可な知識なものをひけらかしたくないんですね。なのでここの中身のことに関してはちょっと控えさせていただいて、あくまでもちょっと設置のコンセプトだけですね、ここだけ言わせていただきます。はい、基本的にはこちらがですね、弊社の、レプっていう REP っていうものですね。レプっていうのがプラットフォームについてます。よいしょ、これこちらですね、面ファスナーによって、ここに取り付けられていて、まあ、こちらが、まあ、セーフティーみたいな形でですね、帯がついていて、これを外してここの、ハンドルを引っ張ることで、背面にあるものを前面に持ってこれるというものですね。どうしてもやっぱり前面っていうのはやっぱ結構即応性の高いもの、重要度の高いものっていうのが前面に来るんですけども、衛生関係っていうのは、まあ、言ってみればダメージリカバリーの部分になってくるんで、あんまり初めから腹からここら辺についてるっていうのはちょっと逆に邪魔になっちゃうっ
ていうところですね。なので背面につけときたいんだけど、でも背面につけとくと取り出すときすごい大変なんですね。なのでこの、レプっていう製品を使うことによって背面で取りづらいのを前に持ってきて前で開放して作業ができると取り出せるよっていうところですね、はい、なので便利なんでこっちを使っているという形になります。こちらの、ユーティリティポーチになるのかな、はい、これなんですけども、こちらがですね、メーカーどこのか分かりません、分かんないんですけど、中古品中古市とかで手に入れたものですね。結構私中古品漁るのが好きでですね、通称ゴミ漁りって言ってるんですけど、はい、もうねやっぱそういう安いのからこう引っ張ってきてこう自分の装備にくっつけてなんか組み上げていくのが大好きなんですね、はい、なので結構私の装備品中古品が結構かなり大量に混ざってます、はい、なんですけど、一応こちらを使ってるって感じですね、はい、で、次にこちらですね、これはハンドカフになるんですけど、ハンドカフは、ウージーのトレーニング用のハンドカフですね。これは一回こう取って締めてもまた戻せるんで、経済的というところですね。お財布に優しいトレーニング用のハンドカフになります。で、ここがですねなんかラバーのゴムみたいなやつなんで、なんて言ったらいいんですかね、硬いハンドカフの、ね、トレーニング用のやつもいいんですけど、あれやっぱ締め上げると結構痛いんですよ。なんで相手方にも優しいし、こちら結構私好きですね。使い方は取っていただいて、で、ペロってやっていただくとこれがね解放されるんで、であとはここに手を通していただいてこちらを引っ張るという風にしていただくとこんな感じで締まります。はい、で解放するときはこれを単純にチクチク、こうチクチクねこうやってやっていけばこうやって緩むんで、はい、こんな感じで使えます。はい、っていう感じですね。で本来はここがこうやってついてるんですけど、訓練で何回も使ってるとやっぱここ結構ちぎれちゃうんですよね、うん、なんで私のやつも両方ともちぎれちゃってるんで、若干ちょっとここのところで引っ張るのがちょっと使いづらくなっちゃってるんですけども、全然2つ普通にここうやって2つ持ってこうやってビーって引っ張りゃね全然できるんで、普通に今でも使ってます。ハンドカフの蛍光の仕方って結構やっぱいろいろ人それぞれだと思うんですけど、なんかいいのないかなって探してった時に、ちょうどこれエスタックっていうメーカーのガバメント用のシングルマガジンポーチかな、で中のカイデックスインサートを引っこ抜いてですね、そこの筒のところにこれをぶっ刺してみたら、あら不思議、全然なんかスムーズに入るじゃないというところで、こちらのエスタックのものを、ハンドカフポーチとして、使っております。はい、本来の用途じゃないので、これはおすすめはできないんですけども、結構私これ好きで使ってますね。はい、結構強固にくっついて、あとこれ自体がやっぱこうやって広がってくれるんで、ハンドカフ自体がこのタコさんみたいになるじゃないですか。なのでわりかしちょっと引っ張ったぐらいじゃね全然取れないですね。だから結構別にこれぐらいだったら重たいもんとかだとやっぱりこう動いてるときに上下に触れるんでずれてきたりとかするんですけど、ハンドカフとか軽いもんとかだったら全然これぐらいの保持で問題ないですね。はい、じゃあ次ですね、こちらこれがダンプポーチこちらがダンプポーチですね。このダンプポーチは、ダイレクトアクションさんのダンプポーチを使ってます。で、ダンプポーチもですね、本当はいろいろあるんですけども、ちょっとできればここのコマスベルトにつける、私ベルトキットに結構集約してるんですよ、ものっていうのがサバゲーの時とかにやっぱここら辺になんかいろいろつけたりとかして、ここの装備を上の方に移して上でつけたりとかすると結構やっぱ被弾判定やっぱ気づけない時とかがあると嫌だなっていうので、サバゲーの時ってあんまり私上つけないんですよ。で上は何もつけないで下ベルトだけでやって、運用してるんですけども、その関係でですね、下に物をやっぱどんどんいっぱい集約しちゃってる関係で設置スペースがどんどん少なくなってくるんですね。で本当はうちのダンプポーチ、田村装備開発製品のダンプポーチがあるんですけど、あっちだと4コマ使っちゃうんで もはやつけられなくなっちゃって、じゃあどうしようかなってなった時にまた中古品でですねこちらを見つけたわけですよ。はい、こちらがですね、そこのところが、メッシュになってて、水抜きとかができるようになってます。で、ここのね口のところがこれ、なんか中にですね、なんかプラスチックかな、なんかわかんないんですけど、中にこう形が保持できるものが入ってるんですね。なのでここの口のところがこうやって潰れることがなくて、基本的にはこれがずっと開いてる状態なんで、物入れやすいっていうところですね。はい、でこちらを使ってるっていう形になります。で一応ここのところに筋着がついてるんで、こちらをこうやってシュッて締めると、この口のところが締まると
いう、まあ、よくあるあのダンプポーチのね、タイプにはなるんですけども、まあシンプルながらも、まあ、普通にここの口のところ開いてるから、まあ、入れやすいってところですね。ただやっぱり激動、めっちゃ動いたりとか、あと内容量結構入ってる時とかだとどうしてもやっぱこぼれちゃうっていうのはあるので、まあキャパシティとしてはだいたい4本ぐらい入れたら、それ以降はちょっと結構外にこぼれやすくなっちゃうかなってところですかね。なんでその時はもうだいたいこうやって巾着締めて対応してるという形になります。はい、じゃあ次こちらですね。これはライトポーチになります。これはカイデックスのもので、こちらも中古品ですね。はい、やっぱり中古品なんですね。はい、ここのカイデックスポーチ、これをなんか中古で見つけたんで、こちらをつけております。でこれはシュアファイアの 6P シリーズとかに対応しているものですね。はい、で使っているのが、私はシュアファイアの、C2 センチュリオンっていうものですね。こちらを使ってます。で中の、バルブですね、こちらは、別メーカーのものを使って LED のものにしております。でライトの色は一応バックアップでつけてるっていうのも一つとしてあって、もう一個検索用ですね。検索するときは、LED がクールホワイトっていう白色系のものだと白飛びしちゃって、ちょっと見づらくなっちゃうんで、ウォームホワイトっていう太陽色に近いものを使ってます。でこちらも、そのウォームホワイトのもの使ってるんですけど、今全然ちょっとね全然わかんないですね。はい、明るいんでね。なんで、この太陽色のものを使うことによって、結構目に優しい、色温度が高いものだと、まあ、目に優しいんで結構見やすいっていうところですね。はい、なので私はウォームホワイトを使ってるという感じですね。で、このコンバットリングをつけて、まあ、こう抜きやすくしてるという形になります。であとはこのコンバットリングついてるとね、マガジンとかを撮るときとかも、これをこういう風に外にペロっていう風に外せば、これでマガジン撮れたりとかもするんで、結構こういったコンバットリングつけておくと便利ですね。はい、こちらが、私のバックアップ用の、フラッシュライトになります。拳銃とかであれば、よいしょ、こちらに、ついてるのはこれ X300 の旧型ですね。今は X300 の U っていう、なんかウルトラだったから確かっていうのが今、メインだと思うんですけども、まあ、今はねそれ以外にもなんか XH15 とかなんか確かそうだったかな、名前がそういったものとかいろいろ出てきてるんですけども、私は結構廃校の感じとかはもう X300 がすごい一番好きなんで、これももう10年選手ぐらいですね。昔からずっと使ってます。はい、なんで基本的にはメインはもうウェポンライトを使ってますね。なんかよくね、ライトはこう手から体から離して使った方がいいとか、そういったライト戦術っていうのもあったりとかするんですけども、まあ、別に私あまりそんなにローライトね、やる時っていうのはそこまでなんですね、体から離すとかっていうよりも、まあちょっとスピードでなんとかしちゃおうっていうタイプの人なんで、あんまりこういうハンディライトっていうのは使う時っていうのはそこまでなかったですね。まあ、なかったっつうか、そこは得意じゃないっていうところですね。はい、ウェポンライトとかで戦う方が好きっていうところになります。はい、で小銃の方にも、小銃用のライトがついてるという感じになりますね。はい、じゃあ次ですね、こちら、これが、S タックの、556用の、ダブルマガジンポーチですね。はい、S タックのものはもう中がですね、カイデックスのインサートが入っているので、基本的には今、まあ、結構抜くとき結構力が、力っていうか結構強めに抜かないと抜けないんですけども、結構マガジンの保持力が強いというところで、こちらを使っております。ってのが、あんまりねスポスポ抜けやすくても、正直マガジンが脱落しちゃう方の方が嫌なので、私は保持力強かったとしても、まあ、こっちを使ってるってところですね。で、オープンフラップ、オープンフラップとかオープントップか、はい、マガジンの上が何もバンジーコードもついてない、フラップもついてない、ものですね。こちらを使うにあたってはやっぱりその脱落っていう部分の危険性っていうのは絶対常にはらんでくると思うんですよ。でその中で、このカイデックスを中に使うことによって、そこのリスクっていうのをやっぱ少しでも抑えられるっていうところでこちらを使っています。ただ、これもやっぱサバゲー用ですよね、本当に。サバゲーの時とかはこれでいいんですけど、実際に訓練の時とかでラペリングとかそういうのが混ざってくると、ちょっとやっぱオープンはやっぱ怖いので、フラップ式のもの、こちらを使うようにしてますね。はい、なので結構装備も、結構やっぱ選ぶかなっていうところですね。訓練とサバゲーとっていうところで選んでます。でも私メインはもうサバゲーが結構主体なので、今はこちらを基本使ってるんですけどもね。はい、なのでちょっとやるものに、実施する内容のものによってはやっぱここら辺選定は変わってくるかなってところです。でこっちがその S タックの拳銃用の、ダブルカラム用のマガジンポーチになります。ダブルのものですね。はい、で
ここの S タックのものってよいしょ、ここのね高さが なんかね何種類かあるんですよね確か。でこれは、ローカットの低いものになります。なんで低い方を選んでるかっていうと、ハイカットのものとかだと私あのマガジンをこういう風にあのグラブっつんだったかな確か、こういう風にあのこう持ちたいタイプなんですよ撮るときに。なんでこうやって撮りたいんだけどマガジンの傘が高いからちょっと下の方へ撮っちゃうっていう風になると、私ちょっとできれば上目を保持して撮りたいので、あのこっちのローカットの方を使ってるってところですね。はい、なので、マガジンポーチについては、そのような、ね、理由からローカットを使ってます。で、まあ、最後かな、こちらがウェポンキャッチですね。はい、これは、まあ、使いどころっていうのがね、ウェポンキャッチ、サバゲーでのウェポンキャッチの使いどころって非常に難しいんですけど、基本的には休み時間中とか、銃とかを、まあ、保持しておきたいなっていう時ですね。なんで、まあ、普段はもうぶっちゃけあれですよ、なんかなんですか、おしゃれでこうチェーンとかつけてる人とかいるじゃないですか、うん、ああいうなんかおしゃれ感覚でつけてるわけじゃないんですけど、まあ普段はもう本当に飾りみたいなもんで使う時だけですね。もう休み時間中とかにもうなんか銃持ってるけどなんかこれずっと持ってるのうぜえなっていう時とかにこちらでこうやってつけて体に密着させておくことで銃がバタつかないようにする、うん、っていう時とかに使ったりとかしてます。であとはまあ実際なんていうんですかね、はしご使うってあったりとか、そういったシチュエーションの時とかっていうのは、まあ、これ結構便利かなと思いますね、うん、銃がやっぱバタついちゃうとはしごとか乗降する時ってね、結構煩わしくなっちゃうんで、こういったウェポンキャッチの併用っていうのは結構便利かなと思います。はい、というところですね。というのが私のこのベルトキットの、全容になります。はい、そうですね。であとはベルトのつける時の、まあポイントなんですけど、結構人によってベルトにつける位置ってちょっと違うと思うんですよね。すごい、もう見てこれ、めっちゃテーブルが砂まみれです、ね、まずどこにつけたいかっていうところで、基本これは今腰骨ですね。腰位置で設定できるような大きさになってます。で基本的に腰につけると、まあなんていうんですかね、ボディーアーマーとかの干渉とかも少なくなるし、下の方についてる方が逆に言うとなんていうんですかね、ホルスタードローするときとかっていうのも上だとこんだけ上げないといけないですよね。だけど下だと、まあ、抜きやすい、ね、今ちょっとこれつけてないからね、上にこうやって上がってきちゃうんですけど、基本的には下だと抜きやすいよ、こういうマガジンポーチとかもそうですよね。マガジンとかもそう、上とかだと骨格上抜きづらくなるけど下の方が抜きやすいよっていうところで、少しこう下目につけたいってなると腰位置になってくると思うんですね。なんですけど腰位置ってやっぱつけるとこういった腰骨の動き、うん、これをやっぱ阻害しちゃうんですね。なので基本的に早く動きたい人っていうのはこの腰骨より上につけた方がこの腰の動きとかその足の動きっていうのは制限しづらくなるんで、早く動きたい時っていうのは腰骨より上につけるっていう風にするといいかもしれないですね。ただ上につけると今度はまあさっきの現象が起きてくるんで、例えばこういったホルスターとかであればレッグホルスターに変えるとか、こういうマガジンポーチとかであればこういったレッグのマグポーチに変えるとかいう風にして下げるっていう、まあ対応もあるかなと思います。はい、っていうところで、まあ、マガジンつける時の、ね、ポイントとしては、まあ、どれ動きやすさ重視でいくのか、まあ、あとはそのマガジンとか動きとかスピード感よりもそういったマガジンとかの取りやすさとか、携行品の取りやすさっていうところから考えて、まあ、腰骨位置にするのかっていうところでね、人によっていろいろ変わるとは思うんですけども、皆さんの、戦い方に応じてお好みのものを選んでいただければと思います。はい、ということでですね、本日は、私のファーストラインの、紹介でございました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 YouTuber みたいなこと言ってみた